アキテーヌはフランス海軍が採用したフレム計画のアキテーヌ級駆逐艦一番艦。同級の中では対戦戦型として建造される。艦名はアキテーヌに由来する。アキテーヌは DCNS ロリアン交渉で建造され、2007年3月16日に寄航。2010年5月4日に浸水、ニコラサルコジ大統領や国防省及び、 海軍幹部隊が隣席の下で正式に命名され、2012年11月23日に、就役した。2015年10月18日から25日まで、スコットランド沖にて、MTMD フォーラム参加国の艦艇発席とともに、AZD-15 演習に参加する。同年12月2日から、シャルル・ドゴール空母戦闘軍が展開する。 ペルシャ湾派遣に備えての準備をはじめ、翌2016年1月には、オマーン湾にて、ガスウェックス2016に参加した後、第50任務部隊に合流する。レテレグラマル、アクアテインフェサプルミエールソーティー2010年4月10日、ディフェンスエアロスペースドットコム、アンベリング・オブ・ザ・マルチ、ミッション・フリーゲート・アクアテイン2010年5月4日、ラフレム・アクアテイン。パティシペア・エル。 アントレーマンデディファンスワンチ、ミサイルバラスティークエイズディ2015アーカイブド2015年11月30日、アットザウェイバックマシン、アドマイズ AU サービスアクティフ。L、アクアテインメットルキャップシュールルゴルフアラボ、パーシックアーカイブド2016年4月26日、アットザウェイバックマシン、アプレガスックス2 0 1 6ラフレム、アクアテインリジョイントルゴルフアラボ、 パーシックイラタスクフォース50アーカイブド2016年4月26日アットザウェイバックマシンありがとうございます